ちょっと意味づれで、なんかあなたたちはポートモレスビーに戻らなきゃいけないみたいなことをちょっと言われまして、スモール彼女とマッチョ彼氏のカップル世界一周皆さん、いつもご視聴ありがとうございます。サムライケンスケことサムケンです。あやです。今からですね、パプアニューギニアのポートモレスビーからソロモン諸島のホニアラに向かいます。で、何やらホニアラ、ホニアララ、ホニアララっていう空港に向かうんですけれども、で一応今コロナウイルスの関係で、なんか日本人はなんかオーストラリアのブリズベンを経由したら入れるんだけど、ポートモレスビー経由の場合なんかね、中国とかその、コロナウイルスの感染国を通過した場合なんか入れないかもみたいな、ちょっと怪しい情報がございまして、で今回なんかコロナウイルスって14日間のなんかそのなんていうのかな、感染してから症状が出るまでのなんか期間が、あの潜伏期間みたいなのがあるということ で14日前までで言うと、まあ日本にはいなかったということと、あでそもそもね、感染国かも、日本は海外目線で見ると感染国になってます。で、今回マニラも経由したんですけど、マニラも今3人ぐらい今感染者がいるということなので、まあ、それをどのようにソロモン諸島のその移民の方が受け取るかによって、まあ、入れない可能性も多少あるということで、一応昨日ですね、あの電話でエアニューギニアのポートモレスビー支店、まあ、本社みたいなところに電話して確認も取って大丈夫だよとは言われてるんで、まあ、入れるとは思うんですけど、ちょっと不安でございます、はい、ということで、ソロモン諸島に入国できることを願ってフライトしていきます。それではいいよ、出し出し、ここはどうですか？ホニアラ。ホニアララ？ホニアラ空港。やりました。降りた人がなんと3人です。やりました。はい、ここからですね、イミグレーションですね。はい、無事入国できることを願っていきたいと思います。Few minutes later。はい、ということでですね、今ちょっとイミグレで。なんかあなたたちはポートモレスビーに戻らなきゃいけないみたいなことをちょっと言われまして、どうしようかなってね、ちょっとなってしまって、でまあちょっとね、いろいろ交渉しましたところ、なんとソロモン諸島に入ることができました。着いたわ、何やってんだお前さん、何やってんの、ゲームやっとんのかなんか空港の人とゲームやっとるやんお前さん。はい、ということで今ですね、地元の人に聞いて分かったのが、一応ちょっと目星をつけてたホテル、ファットボーイリゾートっていうね、なんか素敵なバンガローの あのビーチフロントのバンガローのホテルがあるんですけれども、なんとですね、この島ではない別のアイランド
だということで、あなたたちはドメスティックフライト、国内線に乗っていかないとそのホテルに行けないぞということが判明いたしました。何も調べてなかったので、びっくりいたしました。びっくりしましたか。はい、ちゅうことで、しかも SIM カードが今めちゃくちゃ高くて、MAX 7GB7GB が500ソロモン諸島ドル、1ソロモン諸島ドルが13円ぐらいということで、まあ、ざっくりのレートで6700いくらだったんで、まあいろいろ手数料とか入れて7000円ぐらい、過去一高いですね。アイスランドぐらい高い、めちゃくちゃ高いです。はい、でビールはなんかね350円ぐらいって言ってたんで、なので多分 Wi-Fi が極端に高いのかなという感じですね。はい、ちゅうことで今からこちらのカローラ、 This is making Japanese. Me? Yeah, Japanese. I'm from Toyota City. Oh, okay. He's made from Japan. What's your name? James. 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 Okay. よいしょ。Yeah. 行くぜ。150ソロモンドルということで、だいたい2000円ぐらいですね。ちょっと高いけど。はい、でですね、ざっくりのね、あのソロモン諸島がどんな国かということなんですけども、1950年代ぐらいにスペイン人の探検家の方が、まあ、この島を発見して、でその後1893年にイギリスの保護領となったと。でその後ですね、1942年、まあ、第二次世界大戦のタイミングで日本軍がこのガダルカナル島に上陸して、飛行場ですね、先ほど言ったホニアラインターナショナルエアポートのところに飛行場を建設したんですけれども、その後アメリカ軍がこれを占領し、名前をヘンダーソン飛行場としたけども、まあ、日本軍の名前ではルンガ飛行場だそうです。でその後ですね、まあ、アメリカと日本、まあ、戦争でですね、まあ、日本がまあ大敗をして、約2万人のね日本軍の兵隊さんたちが亡くなったと。でこれなんか戦死だけではなくて、ガダルカナル島ってもともと日本人たちはガ島って呼んでたらしくて、略して、でそのガをなんか飢餓のガに変えてガ島っていうような言い方もするそうなんですけど、それぐらいなんか日本本土からの救援物資を運んだりとか、その、まあ、弾薬とかを運ぶ補給船がなんか全然もう来なかったということで、まあ、多くの日本兵たちが、まあ、飢餓で亡くなられてしまったそうでございます。なんで本当にね、まあ、歴史上でもかなり激戦区だったところでございます。でですね、1978年にソロモン諸島自体はイギリスから独立して、で今現在、まあ、私どもが今いるホニアラというところに首都が置かれたという流れになっております。まあ、非常にちっちゃい国でございまして、島が80個ぐらいある、まあ、島国なのでソロモン諸島という名前がついているそうです。何か説明のございますか。ソロモン諸島は、うん、80カ国ぐらいから80カ国もあるの、ソロモン諸島という国が。で、まあ、日本軍が、まあ、かなり、ね、駐留していたということで、まあ、その日本軍との、まあ、戦争だとかっていったところの、まあ、傷跡というか爪痕みたいなねところもたくさんあるようなので、まあ、そういったところの歴史も学びつつ、あと結構なんかダンスとかねエンターテインメントもまあまああるみたいなので、まあ、そういったね、まあ、芸能もちょっと確かめに行こうかと思います。で今回泊まるホテルがキングソロモンホテルというですね、なんか写真を見る限りなんかイギリスのウィリアム王子らしき方もなんか泊まったっぽい立派な四つ星ホテルになっております。まあでも値段はまあまあ安いね、だいたい一泊多分1万2、3000円ぐらい、2人でで朝食付きで2人で泊まれるということで、まあまあ安めのところです。楽しみでーす。Welcome to King Solomon Hotel. King Solomon。なんか立派な、なんかジャパンの国旗もありますよ。よいしょ。到着。Thank you for watching.
ということで、キングソロモンホテルでーす。イエーイ。ウェルカム。